取れたての情報をお届けする挨拶。川崎市中原区の商店街連合会が現在行っているスマートフォンアプリの川崎テクテクを活用したウォーキングラリーイベントをご紹介します。神奈川県が進める2秒対策に賛同し、楽しみながら健康になってもらいたいと商店街連合会が10月の1ヶ月間行っているものです。スマートフォンに川崎テクテクのアプリをインストールすると、そこからウォーキングラリーに参加することができるようになります。その後、中原区内にある商店街に出かけ、各所に設けられたチェックポイントの近くに行くと、アプリ上にスタンプが自動で追加されます。10カ所以上のポイントを巡ると、抽選で川崎フロンターレの観戦チケット付き健康増進ツアーが当たるほか、先着順で商店街の特定店舗で使用できるサービス券などがプレゼントされます。武蔵小杉周辺はやはり新興住宅街というところで、また新しいお店が多いですし、武蔵新城とか平間、向谷ヶ原に関しては昔ながらの商店街が多く展開しています。10分歩くだけでも大きく風景変わりますので、この変化っていうところを楽しみながらですね、ぜひウォーキングラリーに参加してください。